こんにちは、黒いクロコです。今回は突然肌が綺麗と言われ始めた、今までしてきた施術と今しているお手入れの方法をお知らせします。ここ最近2週間ぐらいですかね、立て続けに4人の人から肌がピカピカすごい綺麗ってすごい褒められたんですよね。それまでは全然そんなこと言われたことなかったんですけれども、急に言われるようになりました。なんで急に言われるようになったんだろう、ちょっと不思議なんですよね。それで今まで私が肌に対してやってきたこと、それと今実際どんな化粧品を使ってるのかっていうのをお知らせしたいと思います。ピコレーザーを顔全体に当てて、そのだいたい1年後にセラピティックを始めて、それで今だいたい8ヶ月ぐらい経った肌の状態です。最初にピコレーザーをやってからセラピューティックをして、で今どんな状態なのか、肌の状態がどういう感じになってるのかっていうのを見ていただきたいなと思っています。40代50代でこの施術をしたら、若い人はね、まあ、肌の復活とかも早いと思うんですけれども、40代50代の人がこの施術をしたらどんな感じで経過をたどるのかなっていうのの参考にしていただけたらなと思います。今どういう感じなのかをちょっと見ていただきたいと思います。ではどうぞ。これが2年前、ピコレーザーをする前の肌の状態ですね。細かくシミがやっぱ肌全体に出ていて、ちょっと汚い感じがしますよね。これがピコレーザーをして2日後の肌の状態ですね。今かさぶたになって徐々に取れてきてる感じです。これが10日後の肌の状態ですね。かさぶたは全部取れてますね。まだレーザー打ったところの赤みが出てますね。ピコレーザーをして14日経った赤みも落ち着いた頃の肌の状態ですね。やっぱり寒波のところは避けてピコレーザーをしていたようですね。ピコレーザーを施術した1ヶ月後に色素沈着がすごい強く出てきたんですよ。見てください。すごい復活してますよね。会った後のところが点々と赤くなったりとか、もうここまで来るとかなり汚いですよね。今見ても。かなり強く出てますね。1ヶ月経った頃に色素沈着がすごい強く出ていたので、薬をもらいに行きました。最初は小さいハイドロ機能をもらったんですけれども、それじゃあ全然効かないということで、その後もう1ヶ月経ったところに、今度はミラミン、これをもらいに行きました。で、ミラミンを朝と夜継続して使うようになったら、徐々にやっぱり色素沈着が薄く、白く、肌が白くなっていきました。あのままハイドロ機能、ちっちゃいのを使っているだけだったら、収まらなかったと思います。ミラミンを使ってようやく色素沈着が薄らいだ、白くなってきたという感じがします。これミラミンを使っているまだ最中ですね。全体的に良くなってるんですけど、またちょっとなんか全体的にうっすらと出てる感じはしますけれどもね。でミラミンをやっぱり長く続けることっていうのが、使う期間が決まっているので、それをやめた感じなんですけども、そしたらまたちょっと全体的にうっすらと見ていただくと分かるんですけれども、シミのようなものがまた復活してきたのかなという感じがしますね。これはピコレーザーをして9ヶ月経った頃なんですけども、また全体的にうっすらと汚い感じですね。で、最終的にセラピューティックを始める前の肌なんですけれども、こんな感じで、ちょっと薄ら汚い感じになっちゃったので、セラピューティック、今度はセラピューティックをやってみようと思った感じです。セラピューティックを始める前、かなり全体的に汚いですね。こう見るとまた復活してる感じがしますよね。シミが消えたとはいえ、乾板なのかシミがまた復活してきてるのか、色素沈着がまた復活してるような汚さではありますよね。私は色素沈着が結構出ちゃったタイプだったと思うんですけれども、やっぱり時間が経つとこうやってまた復活ちょっとしてきちゃったのかなという感じがしますよね。この時にゼオスキンを知ったので、次はセラピューティックをやろうと思いました。これがセラピューティックを始めて1ヶ月後の肌なんですけれども、全体的に汚かったのがなんか取れてきてる感じはしますね。やっぱりセラピューティックは結構激しいので、顔全体赤く腫れてるのがこの境目でよくわかりますよね。やっぱりちょっと腫れてる感じしますね。でも1ヶ月経った頃にはすでにもうちょっと小汚い感じは抜けてる感じがよくしますね。うん、始める前よりは確実にいいですね。セラピューティックを始めて3ヶ月は皮むけや顔の腫れ、
痛がゆみがすごいので、結構辛いは辛いんですけれどもね。これがセラピューティックを始めて2ヶ月。やっぱ肌の、皮むけが結構ひどかったりとか、顔が赤らんで腫れてる感じはするんですけれども、全体的に白くなって、それでシミというか全体の汚さも取れてきてるのがすごいわかりますね。こう見ると。順を追ってみるとちょっとわかりますね。こちらも4ヶ月経った頃には結構綺麗に落ち着いてきてますね。で、セラピューティックが終了した肌。こんな感じで全体的に白くなって、それで細かいシミ的なものも随分なくなっている感じはするけど、下から肝斑が出てきているのもわかりますね。シミがなくなったからこその肝斑が分かっちゃったっていう感じですかね。で、セラピューティックを始めて1ヶ月経って徐々にやっぱり肝斑、白みが収まってきて下から肝斑が浮き出てきてる感じがします。でも全体的に細かなシミっていうよりは、ぼやーっとした肝斑が浮き出てきてる感じですね。肝斑が目立ってきて、徐々に肌の白さも収まってきて、黒みがちょっと増してきてる感じですかね。徐々にまた、肝斑とともに肌の白さが失われてきてる感じはしますね。でも以前よりはかなり良くはなってるのかな。ピコレーザーで顔全体をレーザーした後にセラピューティックをしてからだいたい8ヶ月たった今の肌です。シミ関係はかなりなくなったのかなという感じはするんですけれども、全体的にやっぱ肝斑なのか、下から浮き出てきて黒い、こういうところですね、謎の黒いものがやっぱりセラピューティックをやってる時から気になってはいたんですけれども、それがやっぱり消えないですね。もわーっとあるのはやっぱり肝斑なのかもしれないですね。で、一時顔が全体的になんか黒ずんだっていうか黒くなったような気がしました。なので残っていたミラにそれを冷蔵していたんですけれども、看護師さんの方から冷蔵しとけばまた使うタイミングになった時に使えますよということで、冷蔵していたのを出して使ってみていました。それはだいたい8月から2ヶ月ぐらい使ったんですけれども、それもやっぱり使ってるうちにピンクっぽく色が変色してきたので今はやめています。5ヶ月経った頃にミラミンを出して、一番最初に出した時も真っピンクでやっぱり劣化が激しかったですね。で、何度かプッシュして色が白に戻ったので使い始めたんですけれども、やっぱり使ってるうちにやっぱりちょっとピンクっぽいのが出てきました。でもかなり良くなったのかなという感じがします。やっぱり私はピコレーザーをやってからセラピューティックの順番だった。それも良かったのかなという感じがします。ピコレーザーをやった後にやっぱりシミが復活して出てきたは出てきたんですけれども、前よりは濃くなかったのかな、薄かったのかな、ちょっとわかんないですが、ピコレーザーはやっぱり私の場合は、あれは色素沈着がやっぱ起きちゃってたのかな。それがやっぱり結構戻ってきてましたね、やった1年後ぐらい。で、セラピューティックをやったらそれがバーッと綺麗に取れたので、私にはピコレーザーよりもセラピューティックの方が合っていたんじゃないかなという気がします。なのでまたやるとしたらセラピューティックを、今度は軽めなのをやりたいなという気がしています。これは個人的感想です。私にはピコレーザーよりもセラピューティックの方が合っていたかな。でも今はね、やっぱり肝斑の方が、全体的に肝斑ですね、気になるのは。薬は飲んでません。肝斑の薬を飲むとあんまり体調が良くない感じがするので、
肝斑に関しては薬を飲んだ方が多分いいと思うんですけれども、年を取って更年期を過ぎてくるとまた肝斑が薄くなって元の肌に戻っていくっていう話も聞いたので、それに希望を持って薬に頼ることはちょっとやめようかなと今は思ってます。今使っている基礎化粧品の方なんですけれども、朝はこのトゥベールのクリスタルエッセンス、こちらをまず肌に塗ってます。その後にドクターシーラボの VC100 スペシャル、こちらの方にトゥベールの水溶性フラーレンというのを一滴混ぜて使ってます。それでシワ、こちらですね、口のほうれい線周り、あと口元周りにこのリンクルショット、こちらの方を塗って、夜だけこのトゥベールのレチノール、これを塗って、最後にトゥベールのエッセンスセレクトゲル、これを塗ってます。これをやり始めてからかな、やり始めて 2,3 ヶ月今経ってるとこなんですけれども、急に肌がすごいピカピカだねって言われるようになりましたね。何が効いてるんだろうっていう感じなんです。ちょっとわからないんです。もしかしたらこの辺が総合的に効いてるのかなという感じがします。それで最後に日焼け止めはこのジェオスキンの BS サンスクリーン SP50、 これを塗ってるんですけれども、これがね多分白っぽい感じ、塗って白っぽい感じがするので、これの影響ももしかしたら肌が白いねって言われるのも影響してんのかなという感じがしてます。これは値段がちょっと高いんですけれども、すごい量が入ってて持つんですよね。日持ちがするので、これは高くても結構使い続けたいなと思ってます。でこの意識、今のところすごい肌が綺麗だって突然言われているので、ちょっとしばらくこの辺のラインは続けていきたいなと思っています。見ていただいたように肝斑が結構あるのに肌が綺麗に見えるのは、2回の施術で全体的にシミがなくなって基礎化粧品で肌が整い、日焼け止めのおかげでツヤがあるように見えたのかもしれません。以上です。アラフィフの皆さん、参考にしてみてください。ありがとうございました。このチャンネルではアラフィフ世代が興味のあることを随時発信していきます。チャンネル登録お願いします。